算モードというものが、稼ぐために時間や労力がかかってしまい、また冬の間収穫してから加温しなければすぐ腐ってしまうというデメリットもあります。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。人方がですね、現状を守るのも 大事でありますが、やはり前向きに、農業を考えて自分たちの活路を見出すためにこのように頑張ってくれているんです。ぜひ里の芋の方を再度としても PR していただければなと思っています。この新たな戦略品目に今年度指定をしたこのさつまいも、これはしっかり国内外にPR をし、これをしっかりやらせていただきたいと思いますし、今お話のあったこの生産における課題だとか、いろんな挑戦をしていく中で出てくる、そういう課題というのは当然いっぱいあると思います。だからそこら辺も産地としっかり共有して、どうやったらこの素晴らしいみんなの取り組みがさらに発展していけるのかというのを、これ振興局もちろん町長からも話しましたけど、本庁でもしっかり考えてやっていきたいと思います。こちらからいただきます。失礼します。分かるかな。3、2、1。